高齢者だって投資をするということで、1月から新NISAを始めています。私は現在69歳、もう投資には向かないと言われている年代です。それでもこの上昇ムードに乗っかって投資をしてみたいという思いを抑えきれませんでした。高齢者の方々の中には同じような気持ちをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。まあそうは言っても失敗もしたくないと思って躊躇し、でもやっぱり興味ある、失敗しない投資方法はないものか、このような方に参考になればと思い、試行錯誤で投資に参加しています。次のような項目でファンドを比較していきますので、最後までご覧ください。まあ実際は心の中はドキドキハラハラなんですよね。動画の内容はご覧の通りです。では初めに私のラインナップからご覧ください。はい、ということで表の方をご覧ください。私の新NISAはですね、このようなラインナップで、投資を始めています。まず積立投資枠ですけれども、全米株式インデックスファンド、楽天オールカントリー、楽天 S&P500、 それからここは積立投資枠ですが、一応成長投資枠のここもですね、積立形式で積み立てていって、こちらと比較していきたいと思っています。なので成長投資枠でありますが、形式は積立方式で、楽天ナスダック100とイーマクシスナスダック100、ここまでを積み立て形式でお互いに比較していきたいと思っています。で最後、これ楽天 SP500 は一括投資、まあ、3回くらい分けて一括投資をしていこうかなと思っているところです。はい、ではそれぞれの比較を詳しくご覧ください。2、話題のファンド2ヶ月の結果。どれも楽天証券の中では人気のファンドです。トップ3と言ってもいいかもしれません。はい、ではこのページはですね、楽天全米株式インデックスファンド、楽天オールカントリー、楽天 SP500、楽天ナスダック100、イーマクシスナスダック100のそれぞれ1月2月の結果を示した表になっています。でここはすべて積み立て投資でいくという予定だったんですけれども、ちょっと私の方で間違えてですね、成長投資枠の欄ですので、成長投資枠のような入金の仕方をしてしまってるんです。本来だったら2万とか1万とかの入金にするつもりだったんですけれども、なんか12万入れたり2万、20万入れたりとかなってるので、今回はこれ結果だけ見ておいていただいて、比較の対象にはしていきません。ちょっと読みますか。楽天ナスダックは1月末から始まりましたので、2月に初めて入金して20万入れました。でリターンが2157円で 1.01% のリターンになってます。それから EMAXIS ナスダック100はですね、1万ずつやるつもりで上との比較をしていこうということで、1月は1万ちゃんと入れて予定通りだったんですけれども、2月なんか勘違いをして12万入れてますので、なんかもうこれで比較が崩れてしまったわけですよね。なので一応2月の結果だけお伝えすると、128,041円の評価額でリターンが8,041円で、リターン率が 1.07% という結果になっています。まあちょっとこれは今回は比較しません。来月から比較していきたいと思います。はい、何を比較するかというとですね、3番人気ですね。まず1番が楽天オールカントリー、まあ EMAXIS SLIMオールカントリーが人気なわけですが、それの楽天版で見ていきたいと思います。オールカントリー、それから楽天 S&P500、 それから楽天全米株式インデックスファンド、これが、まあ、1番2番3番の順で人気ファンドになっています。
して結果なんですけれども、楽天全米株式インデックスファンドは2万ずつ入れて現在4万入金しています。で、評価額が 43,722円、リターンが3,722円で 1.09% のリターン率となってます。ついで楽天オールカントリーですけれども、これも2万ずつ入金で2ヶ月で4万になっています。評価額は 42,245円で、リターンは 2,245円、リターン率は 1.06% です。それから楽天 SP500 なんですけれども、これも2万ずつ入金で現在4万入金してます。で、評価額は 43,134円で、リターンは 3,134円、リターン率は 1.08% となっています。ということで、1番が楽天全米株式インデックスファンドの 1.09%、 次いで楽天 SP500 の 1.08%、 そして3番目が楽天オールカントリーの 1.06% となっています。まあ、順位はこのように1番、2番、3番とつきましたが、オールカントリーは、どれだけリターンが多いかではなくて、どれだけ下落に強いかで勝負をするファンドですので、まあ、今のところおかげさまで下落がありませんので、下落局面が来たらこのオールカントリーがどのようにものを言うのか楽しみに見ていってください。3、楽天 S&P500 と新興国インデックスファンド。 S&P500 はアメリカ株中心です。一方、新興国株式は中国、インド、台湾、南アフリカ共和国など資源も豊富で勢いもありますが、一方リスクもありそうな国で、興味はあるんだけれどもちょっと心配というファンドです。アメリカの勢いが今のようにあり続ければ S&P500 一本でいいわけですが、アメリカの経済に陰りが出てきたとき、あるいは新興国の勢いが爆発的に伸びてきたときには、今の安いうちに新興国に仕込んでおくのも大事ではないかと思いは交錯します。ならば両者にお金を置くのはどうかということで比較しています。私的にはアメリカが良いときは新興国はパッとしないが、アメリカに陰りが出てきたときには新興国は伸びていくのではないか、つまり両者は互いに補い合う関係になっているのではないかということで、長い目で見ていきたいファンドの一つです。結果は次のようになっています。はい、これが楽天 S&P500 の1月から今年の1月から現在の2月29日までのチャートになっています。で、これを見ると一番落ちているところと一番上がっているところを、新興国のインデックスファンドと比べてみたいと思います。そうすると一番落ちているところが多分この辺だと思いますね。1月31日が 11,582円、そしてここが一番落ちているところが2月1日の 11,342円で260円落ちてます。それに対して一番上がったところがやはりここですかね。1月31日の11,342円に対して、ここは 11,759円まで上がっています。プラス417円です。で、この間を EMAXIS SLIM 新興国株式インデックスファンドと比べてみたいと思います。この落ちているところでインデックス、新興国の方が上がっていれば2つを持つことの意味があるんですけれども、どうでしょうか。はい、こちらが EMAXIS SLIM 新興国株式インデックスファンドの今年の1月から現在2月29日までのチャートになっています。やはりここ
こちら見るとですね、一番落ちてるところがこの辺ですよね。ということは1月30日が13,975円だったのが、2月1日に13,715円でマイナス260円となってます。で、やはり一番上昇しているのがここですかね。ということは2月の1日13,715円から、2月の5日、この間土日挟んでますので、ちょっと日付が離れているように見えますが、直近です。ここで13,715円が2月の5日の時点で14,035円でプラスの320円となってます。ということはですね、新興国と S&P500 のチャートの動きはですね、 SP500 が下げれば同じところで新興国も下がってます。 SP500 が上がれば同じように新興国も上がっています。つまり両者は、この1月2月の2ヶ月だけの結果を見るとですね、補完関係にはどうもなり得てないんじゃないかという結果になってますね。私は補完関係になりそうなので SP500 とこの新興国のファンドを持ってるわけですけども、今のところその思惑は外れているということです。3. 一括投資対積み立て継続投資。これもインデックス界隈ではよく出る疑問ですよね。これこそ長く継続して経過を見ていきたいところです。2月の結果はこうなっています。はい、これはですね、同じ楽天 S&P500 のファンドですけれども、積み立て投資と一括投資とどちらがどう違うかということを検証していく画面になります。積み立て投資の方は2ヶ月で4万積み立てをして、リターン率は 1.08%、 それに対して一括積み立ての方はですね、200万積み立てをして現在リターンが1.09% となっています。先月はですね 1.06% だったので、それが2ヶ月目は 1.08%、 それから一括投資の方は先月は 1.07% だったところが、今月は 1.09% になっています。こちらの方が若干多いですけれども、目を引くほどの差はついてないですよね。誤差の範囲かなというくらいです。ということで、2ヶ月経った現在、積み立て投資も一括投資もそれほど大きな差は見られないというのが結果になっています。4結果、はい、ということで全てをまとめますと、1月の合計金額は108万円でした。2月は1月2月と2ヶ月の入金額は246万円になりました。で、そのリターンが2月現在は209,798円で、評価額が26,9798円となっています。それをグラフに表すと次のようになります。で、青い部分が入金額、オレンジの部分がリターンです。若干1ヶ月2ヶ月といえどもですね、若干リターンが上がってきてるということが見えてきて嬉しいですね。まだ2ヶ月の結果ですので、どれも際立った違いが出ていません。またこの1月2月は全体を通して上昇相場でしたが、いずれ必ず下落相場の局面が来ると思っています。その時に強みを発揮するのは一体どのファンドなのか、それも気になるところです。毎月月末にその月の結果を公表していこうと思いますので、私の投資の推移、高齢者の投資は一体どうなっていくのかを見ていっていただけたらと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。サガンでした。